どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、今ただいま接戦となっていて、私こちらが39、そして相手が34攻めて、いて58対53ということでですね、3番攻めていきたいと思います。結構上のですね2つがやはり厳しかったので、ここ2つ、星2狙いでいきたいと思います。まあ防衛説的には普通にはですね、まあタウンホール9にインフェルノタワーの、レベル3、2つですね。私今この声の震え分かりますかね。分かんないですね。はい、はい、行きましょう。そしてまあウィズ島とかがちょっと高いので、まあこのレベルのウィズ島からですね、ネクロマンサー、今回はですね私ネクラッシュしたいと思うんですけれども、まあこのような感じでですね、ネクロマンサー14体という感じなので、そのネクマンが出すスケルトンがですね、このウィザードのタワーのレベルになると1体で破壊されてしまうんですね。なのでちょ厳しくはないと思いますけれども、まあ全然いけると思うんですけれども、まあ早速やっていきたいと思います。援軍はですねまだ確認されてないんですけれども、一律、まあ、ネクマン1体に、まあ、ウィズが入ってるかなぐらいですね。いきますと。あ、星さん無理っすよ。あ、マジ手震えてるわ。マジでやばい。いいと思います。まずは攻撃しゃ、よし、いきますよ。まずはですね、援軍のゴーレムを出していきます。そしてですね、そうですね、まあここはゆっくりいきましょう。ウィザードが死なないようにですね。そしてウォールブレイカーで穴を開けていきたいと思います。さあこのタイミングでもうですね、ネクマンを出してもいいですね。もうサイドカットは済んでいるので、さあババキンは一応取っておきます。ここでいい感じじゃないですか。ウォールブレイカーが多く持ってきすぎたな。そしてジャンプの呪文を打ちました。そしてですね、パーセント、わあ、ネクマンが結構それてますね。パーセント稼ぎのために、バーバキンとネクマン、そしてペッカーを出していきたいと思います。ここで一応ネクマンがその巨大クロスボウとか迫撃砲のターゲットにならないようにですね、ネクマンにヒーリングをかけておきました。さあそしてターンホール破壊できるかな。一応ここでジャンプの呪文もこちらに打っておきましょう、サポートということで。さあここでクランの城は硬いな。さあいけるか、倒してくれ、いけ、しゃあ 50% ターンホール破壊しろ、破壊しろ、来い、しゃあいける、よっしゃ、 OKオーケーオーケー、あ、お、よかった。このジャンプの呪文もよかった。オーケー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 。まあ、あとはちょっと悪あがきでもしますか。ちょっと、ここでウォールブレイカーを、ちょっと。あー、意味ないですね。意味ないですね。オーケー。あ、ちょっと、ここ倒したい。この金山倒したい。オーケー。よし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 、よかった。よかった。いやー、よかったです。はい、戻りましょう。いや、よかったですわ。ちょっとチャット言っていいですか。なんて言うとよかった。オーケーオーケー、よかったわ。ちょもう一回リプレイ見ちゃっていいですか。やっぱリプレイね、見ること非常に重要なので、まあ防衛説的にはまあね、ターンホール9でまあ巨大クロスボウ2つとあれですからね、まあインフェルノタワー、そしてもヒーローも16と15で少ないので、まあ割と簡単でしたねっていう結果論。はい、いやー、よかったわ。というかね、もうマジで私いつもと違う感じ分かるいますかね、人いらっしゃらないですね。まあシングルインフェルノなので、こちらがまあ普通にですね、ネクラッシュしておけば、しかも壁のレベルもまあそのジャンプの呪文を使うということで、そこまで気にならないので、まあここで援軍に、まあ、ネクマンではなく、なんだろうな、例えばラバハウンドとか来た時はすごいだるいですね、絶対ね。はい、まあここにね、ネクマンがちょっと固まってしまったので、ここがちょっと、丁寧さというか、ちょっとね、ちょっと雑になってしまいましたね、サイドカットという部分で。いや、やはり強いな、まあ、この時点でもうあとは、アーチャークイーンのみという感じだったんですけれども、はい、ここで良かったですね。
で、ここでタウンホールを破壊して星2と。もうあとのこの状態ではまあネクマン、ちょっとここにいたネクマンと、そうですね、あとはここにちょっとサイドに流れてしまったネクマンが、いるぐらいで、まあ、中心部にこのネクマンたちが行っていたらもっとね、その安定して、安定というか安心してリプレイを見ることができたぐらいって感じですかね。まあ他にはまあうん、いいと思いました。ということでですね、私が5、ネクロラッシュで星2を取るという動画でした。ご視聴ありがとうございました。